はい、今日のレンタカーはこれです。マジノスケ？マジノスケ絶対いじめられるけどね。ブルーベリーレアチーズクレープ、すごいじゃん。ナッツにめちゃめちゃ合う。はい、というわけでいきましょう。オープン。ただめっちゃ気持ちいいよ、やっぱおーって感じ。はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エイティブロークです。私たちは三重県の湯の山温泉に来てます。すごいよ、めっちゃ綺麗だ、ね、めちゃめちゃ迫力があるね。今日は温泉をしません。トンタンタン、水の透明さ半端ないんだけど。ああ行ってみる、下まで。え、危なくない？今日のレンタカーはこれです。はい、これで鈴鹿スカイラインに入ってきました。今日はね、ドライブの日です。今は雨が降ってます。せっかく今日の車オープンカーなのに。そう、全然オープンじゃないよ。意味ない意味ない。ドライブ諦めました。まず最初にカフェ行こう。はい、そうだね。なんかね、レナがおすすめのカフェを見つけたから。なんかめっちゃおしゃれな建物に五つ星のシェフが作ってるイタリアン料理とパン屋とデザートみたいな。なんか高そうだね。高い。あ、高いの。だからレナがそういう高いところを見つけるのが上手でしょ。おー、社長。左に着いたよ。なんかめっちゃでかいよ。なんかハウスも。アクアイグニス。はい、止めてください。開いてない。開いてねえよ。でっかい駐車場。マジで。マジノスケ。マジノスケ。何、子供をマジノスケにする？うん、マジノスケ子だよ。女の子だったらマジノスケ子、男の子だったらマジノスケ太郎。めちゃめちゃシンプルだよ。何、よくない？病気。よくない？絶対いじめられるけどね。マジノスケ子。ドイツでもし子供育てるんだったら意味わかんないからさ、なんかすごいオーセンティックなジャパニーズネームだなと思われるかもしれないけど、日本の学校にぶち込んだ瞬間ゴリゴリにいじめられると思う。よし、子供の名前決定。よかった、決定したね。行きましょう。はい、車降りて早速。でかっ。触る、この大きさ。触んないよ。 まずはあの駐車場から離れましょう。ちょっと今マップで確認をしたん。あれ、何やってんの。ブルーベリーレアチーズクレープ、めちゃめちゃうまそう。うまそう。食べる？いや、一回回ってから。一回回る、うん。マップを確認したんだけど、さっき見えたこのでかいやつはね、温泉。こっちはこっちでいちごのね、温室。でっかい温室だね。で、こっちが、やばい、美味しそうなものがいっぱいありすぎ、ケーキも売ってるし、やばいよ。うまそう。はい、リンゴだよ。すごいじゃん。あ、リンゴムースが入ってる。すごいさっぱりしてる。ナッツにめちゃめちゃ合う。レナのやつめっちゃ美味しいよ。何？ラズベリー食べていい？うん、うまっ。
ちょうどいい酸味が効いてて、しかも中ムースだからこうしっとり口の中でとろけていく感じ、うん、甘さと酸味のバランスがめっちゃいい、うん、落ちたね、うまっ。じゃあ交換してあげる。パカッ。なんか建物あるよ。パン屋だったね。あー、めちゃめちゃいいな。いちごのフルーツサンドある。パン買っちゃいましたよ。デザート食べてる間に見てください。晴れてはないけど雨は止んだ。というわけでここからオープンにして気持ちよく走りたいと思います。うそ。はい、というわけで行きましょう。オープン。オープンします。うわ。アイディアは近いじゃない。すごっ。めっちゃ明るくなったじゃん。うわ気持ちいい。はい。走ってきました。寒いね。行ったでしょ。ただめっちゃ気持ちいいよやっぱ。おーって感じ。最高じゃん、もうこの山の中。いや、うん、どこ見ても景色見えるよ。そう、景色がいいね。しかも空気めっちゃ綺麗だし。上にロープウェイ映ってるね。ちなみにこの御在所ロープウェイも登ったのですごかったよ上、うん、めっちゃ景色良かった。ぜひ気になる方は動画チェックしてみてください。うわ滝がある、見て。これはミニ滝。ミニ滝だね。すごっ。こっからぐんぐん登っていくじゃん。あ、駐車場がある。止まろうか。雨降ってきたので閉めましょうか。閉めてください。オープンの旅終わりです。短かったな。でも良かったじゃん、晴れて。晴れてないよ。ちょっとでも雨止んでくれてオープンにできて気持ちよく走れたから。はい、また降りました。降りてきましたね、鈴鹿スカイライン。この車はもう一回レンタルする必要あるね、晴れた日に。そう、乗り心地超いいし、うんうんうん、すっごいいい車。うんうんうん。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人はよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。